会ってくれてありがとう。スイタセンスは伝統の高島センスの仙骨を製造している会社だ。いただいたありがとうメッセージ、細かい丁寧な仕事で伝統産業を受け継いでくださってありがとうございます。 ありがとうございます、ね、私そこでいいんですかね、あんなこと言うてくれる値打ちがあるといいんですけども。高島センスは300年の歴史を持つ高島の伝統工芸だ。高島に群生する竹の品質が良かったため地場産業となり、その生産量は全国の9割を占める。古くから分業制で製造されている特徴を持つ。仙骨は外側の2枚を親骨、内側を中骨といい、親骨18工程、中骨16工程に及ぶ。仙骨を天日に干す光景は高島の風物詩となっている。中骨工程の締め直し、この工程では中骨1300枚をまとめて包丁と呼ばれる刃物などで削る。竹を切りますね。でこう割っていくわけなんですよ。そうしますと昆布ができるんです。これを今度は薄くスライスしたんですね。皮の部分を捨てて、身の部分を捨てて、皮に近い部分、ここ1枚しか使用しないです。ですので1本の竹からあまり多くの材料が取れないんですね。材料にする竹の群生地に案内してもらう。竹は自然のままではなく手間暇をかけた細やかな管理が不可欠という。伸びてくるときにこういう枯れた竹とか折れた竹があるとそこに当たるわけですね。この当たるとそういう傷になるんですわ。ですので整備しないといい竹が生えないわけですね。伸び縮みを防ぐため3年を経た竹しか使用しない。繊細な竹は向きを間違うだけですぐに割れてしまう。これで1300枚あります。スイタセンスの感想を聞いてみた。風の、 あの柔らかいこうふわっとした風がきます。匂いもめっちゃいいし、これ一日できそう。日常使いの他に滋賀の土産物としてショップで販売されている。真心込めて、まあ、竹を削っていくいうか、ね、あの丁寧な仕事をしているわけですね。丁寧な仕事から出た削りカスは竹のものとは思えないほど繊細だ。こんなに薄くして、まあ、細くしてですね、先を尖らして竹の、まあ、特徴なんですけども多少曲げても折れません。ですのでこう仰いだ時にこうしなりができますので優しい風が来るわけですね。手に持って優しいセンス、使って優しいセンスですね。優しい風が来るセンスを作ってるからですね。高島の優しい風を今に伝えるスイタセンス、会ってくれてありがとう。